ずらしていきます。紫の上には見えない、少しずつずれていくのね。多少重なっても大丈夫です。そしたらここでこんな感じで塗ります。でまた動かします。黄色はね、混ざると汚くなっちゃうので、黄色を塗るときはコットンも新しいところにして、で型紙もひっくり返します。でここのところに粉がついてるなと思ったら、ちょっと先に避けといて、黄色だけはちょっと幅を広めに塗っておきますね。で次はオレンジ。オレンジは黄色と同じところで取っちゃって大丈夫です。こんな感じで塗っていきます。最後の赤です。赤を塗ります。赤は一番上なのでちょっと濃いめに塗ってください。そしたら、はい、虹が完成します。でここまで来たら、今度こことここ、お空を塗っていきます。お空は青2色でいいと思います。でコットンこっち側色がついちゃったら裏返しにして、綺麗なところ使ってください。こうやってくる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 って塗っていきます。下が濡れたら上もくるくるって塗っていきます。虹のところは少し塗らないで、間空いてても大丈夫です。で1色目ができたら次濃い色を塗っていきます。この辺から濃い色は途中までしか塗らないです。全部塗っちゃうと同じになっちゃうので、途中まで塗っていきます。はい。で、ここまでできたら、車の方いくつか持ってきてあるので選んでください。私これの方でいきます。で、これ車をねここに置きます。そしたらこの形に消しゴムで消していきます。少し残しておくと、その色もまた混ざって面白い形になります。でこういう感じで消します。そしたら車何色にしたいかなって考えてください。今日は大学生なので車、私は赤とオレンジで行ってみますね。みんな好きな色で見てるからね。赤とオレンジにします。そしたら先にオレンジの方が弱い色なのでオレンジで塗ります。全部塗らないで、水玉とかでもいいです。ところどころかで塗っておきます。で今度赤も塗ります。そしたら赤とオレンジでちょっと色が面白く混ざってくると思うので、全部じゃなくてところどころ塗ってみます。これでできました。そしたら今度、今タイヤがないのでタイヤ、このテンプレートをずらしてタイヤの部分を塗ります。タイヤの部分は消しゴムでわざと消さないので少し違う色が出てきます。で今度ここ窓のところはまた消しゴムで消します。感じで完成します。で完成したら周りのテープを剥がしてカットしていきます。で、紙に矢印書いてあるのでこっち上にしといてもらうと、ここのところからテープが剥がれるようになってます。ビリビリビリって。でぐるっと一周、必ず外に向けて引っ張ってください。内側に向けるとせっかく解体がなくなっちゃうので、外側に向けて引っ張っていきます。
で、ここまでできたら今度は物差しを使ってカットしていきます。いつも使うみたいな、ここに当てて、必ず大きい幅の方から切っていきます。ちっちゃい細い方ね、ちょっと切りづらいので先に大きい方をカットします。先に大きい方しっかり押さえておいてください。力入れて押さえてないと髪が動いちゃうので気をつけてください。で、短くなってからこの細い方をカットしていきます。これで完成します。で、今日はダイハツさんなので、ここにシール用意してきたのでダイハツさんのシールを貼ります。ここにシールを貼って、はい、で、後で鉛筆あげますから、ここに今日の日付とお名前を書いたら完成します。で、出来上がったら向こうにあったやつと同じように額で入れてお持ち帰りしていただきます。わかりました。はい、じゃあできそう、初めてなのでやりながらまた聞いてね。はい、じゃあ一緒にやっていきましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。毎週水曜夜8時新しい動画をアップしています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。